こんにちは、B レジェンドのダンです。今回はお尻にのみ効かせる四頭筋が関与しないブルガリアンスクワットの解説をしていきたいと思います。B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますので、気になる方はぜひ友達登録お願いいたします。ブルガリアンスクワットっていうのは、お尻を鍛えるトレーニングとしてかなり採用されているトレーニングだと思います。きついトレーニングとしても認識されてるんじゃないかなと思います。今回僕が解説していくブルガリアンスクワットっていうのは、四頭筋に関与しにくいブルガリアンスクワット。ルーマニアンデッドリフトっていうハムストリングスを鍛えて行うデッドリフトのような下半身の種目があるんですけど、そういった種目に近いやり方になっております。ハムストリングスの柔軟性、そして臀部の負荷。この2つを兼ね備えたブルガリアンスクワットになります。四頭筋に関与しにくいという点で、女性としてはかなり嬉しい種目だと思いますし、男性もスクワットで四頭筋を鍛えることが多いと思います。そこでお尻に効かしたいのにお尻に入りにくいんですって人もいたりもするので、そういった方はぜひ見てください。いろんなブルガリアンスクワットのやり方っていうのが世には出回っていると思うので、まず一つ言えるのはどれも正しいです。間違いはほとんどないです。その人に合うフォームっていうのはあると思うので、自分に合うなと思う種目を選んでもらったらいいんじゃないかなと思います。では早速解説していきます。まずはですね、足の位置、結構ブルガリアンスクワットって気になると思うんですけど、しっかりと足を上げてから、この前足の位置、近い方がいいのか、遠い方がいいのか、いろいろあると思います。僕がやるブルガリアンスクワットは、上下っていうよりかは、前屈していくイメージなんですよね。なので、足幅はめっちゃ広く取ります。上げて、前足は、ぐっと前に出して、落とした時に、膝の角度、90度ぐらいになる位置に、前足をセッティングします。落ちたこの状態からスタートなんですけど、ルーマニアンデッドリフトっていうのが、こういう種目だと思うんですけど、このバーを落としていく時の動き、お尻を上に引き上げていきながら骨盤前傾させて、ぐーっと膝をちょっと伸ばしていく。それをこの姿勢でやるイメージですね。お尻を上から紐で引っ張り上げられているような、このイメージでぐっとお尻上げていく。戻す。前屈しながらお尻上げていく。戻す。前屈しながらお尻上げていく。この時に膝の位置は基本固定で行ってあげる。もう本当に重量を持たなくてもお尻結構きついです。慣れてきたら重量を持ってあげてもいいと思うんですけど、こういう形で前後、上下というよりかは本当に前後、お尻だけ引き上げられるようなイメージで動かしてあげてください。前後ブルガリアンスクワットと名付けておきましょう。四頭筋が全くもって疲れない、しっかりと臀部に効いてくる。ハムストリングスもストレッチが効くので、ウォーミングアップとしても優秀なトレーニングにはなります。ブルガリアンスクワットをしてハムストリングスの柔軟性を保ったまま他の種目に入っていくと怪我の防止にもなりますので、前後ブルガリアンスクワットやってみてください。10回3セットとかでもいいですし、もっと回数でやりたいであれば15回20回ってやってもらってもいいと思います。結構10回で足プルプルしてくると思うので、最初は本当に10回ぐらいでいいと思うんですけど、徐々にやっていくと楽に感じてくるんですけど、実はちゃんとフォームができてないっていうパターンもあったりもするので、しっかりとこのお尻を上に引き上げてハムストリングスまでストレッチを効かせる、この意識を忘れないようにしてもらえたらなと思います。よかったらいいね、チャンネル登録、そしてコメント欄に気になることがあればコメントお願いいたします。B レジェンドの公式 LINE でもお得な情報をいつも配信しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄のチェックお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。